コートネーム山口と同じくらいツッキーと叫んでる吉政さんからいただきました。ありがとうございます。吉政さん？細谷さん。細谷さんじゃない。愛を書いてくれるウッチーさん、お願いします。お願いします。私はツッキーが大好きです。そしてウッチーさんも大好きです。ハート。誰今？今ちょっと違う人。村瀬くんだよね。じゃあ今の吉政さんです。吉政さんとしてよ。そしてウッチーさんも大好きです。もう本当やめてほしい。おおおお、ちゃんと読んでんだよメール。ごめん。次は皮肉を言う時のウッチーさんの演技は本当に面白いです。セカンドシーズンのアニメ11話で首相図にキャプテンズに絡まれるツッキーちゃんと聞いてください。ちゃんと聞いてくれよ。とっても可愛かったです。さてその11話ではツッキーとツッキーのお兄ちゃんとの会話のシーンが出てきましたね。久しぶりの会話に戸惑いを隠せないツッキーでしたが、思いを聞いて最後に笑うところは感動しました。あ疲れた。ウッチーさんは桜井さんとは何かお話をされたりしますか？ぜひ教えてください。いやもう桜井さんと以降しか俺今僕もです一つ一つこれ見直していかないと。お兄ちゃんの会話のシーンのところですね。お兄ちゃんとえでなんだっけ結局あ桜井さんとそうやっぱり何だろう、特別何か話すことはないんだけど、まあ印象的だったのはお兄さんと話すシーンで、なんか例えばまあ、とりあえず月島の家が実家が描かれたのがなんかすごい新鮮で、家あお母さん出てきたみたいなお母さんいるんだみたいな、そうなんかこう生活感ない感じがあったので、なんかそんな中で家だったりお兄ちゃんと普通に何気ない会話をしているシーンとか、ただいまっていう感じとかもなかなかないものだったので、そこでやってて思ったのがなんか自然と幼くなっちゃうっていうか、なんかお兄ちゃんと話してるとやっぱなんか自然と弟らしさというか弟感が出てきて、なんかこう喋っててもなんかちょっといつもより幼い感じになっちゃうなっていうのがあって、それがなんかこう不思議な気持ちでしたね。それは桜井さんの声を聞いてたり、あの弟としてのセリフを言ってるとそうなっちゃうのかなと思ったんですけど、それは新鮮でした。そうですよね。だってツッキーってやっぱりこう1年生のまあカラスの1年生の中でも割と達観してて、で3年生の先輩もちょっとシャに見ているような、ちょっと大人っぽい印象がある中で、ね、さらに上年上が出てきた時の子供感、そうですよね。確かに桜井さんっていうか、アキテルさんが出てきたことによってなんかやっぱ高校生感すごい出ましたよね。そう年相応な感じが見えて、なんかあの面白かった。いやなんか僕は、まあ原作にももともとあったシーンなんで、でもなんか改めてそのツッキーが、やっぱお兄ちゃんとかその家族がちゃんといるんだなっていうことを認識させられて、よりなんかこう人間らしさがちゃんと出てきたんだなって思って、すごくなんかこうアニメでの印象もそうだし原作でもやっぱりなんかちょっと異質な感じがすごい強くて、最初1年生の中でも特に、だからなんかこう安心したってところがあります僕は。その家族の描写であったりとか描かれてて、部活がやっぱりメインだけど、それ以外の家族だったり、あの山口なんかはこう島田さんね、OB とかのつながりだったり、その地域に住んでる人たちが応援に来たりっていうのがよく書かれると、本当にあの世界観が膨らんでいくっていうか、なんかそれ部活だけに完結しない、なんかこう制限されない感じが配給の良さかなっていうふうに普段から思ってたりしますね。もう全国の話とかもいろいろ出てきたりとかしてね、まあ、去年の放送でありましたけれども、三大エースは何かみたいなね、っていう話があったりとかして、どんどん広がっていくのいいですよね。